突然ですが、こんにちは、ジャッキーチェンです。久しぶりです。ジャッキーね、今日はね、360PWS解散のね、これ通称36レッシュバンドを、記念にゲットしたんですね、これね。いや、ブラックのフジモンさんって初販売してますよ。ブレイクフードタンクカバーいうやつですね。リザーブタンクカバーとも言いますよ。通称36リストバンドですね。取り付けしてみたいと思います。36番が光ってますよね。こちら取り付けしていきたいと思います。ジャッキーチェンです。こんにちは、こんばんは。ポンポセイフィフフ。お、あいやー、しまった、これしまった、思いましたね。 LCK の619のカバーついてるのも忘れてました。とりあえず付けてみることにしましたよ。どうつけるかはね、もうジャッキーも悩んだんですけどね、もうとりあえずこれカバーのとこにつけるだけでいいかなと思ったんですね。それはなー、これだ、ちょっとサモハンも納得しないかなと思うんですけどね、まあこれでもいいかなと思うんです。まあこれ別にここにつける必要はないかなと思うんですね。記念品なんでね。まあ、とりあえず蓋を外してね、ちゃんとつけてみようかなってジャッキーは思ったんですね。あいやーって思いながらね、まあ、こういう風になってたんですね。ここ外すとこんな感じになってるんで、リザーブタンク、あ、いや、ミスターブーといえばサムエル・ホイですね。マイケル・ホイもいましたね。蓋はね、これアールズのやつ残しときます。こんな感じでつけましたよ。こんな感じにつけたらいいんかなと思ってね、今やってるんですけどね。あいやーってね、うっかりしてました。リザーブタンクのね、このカバーついてるの忘れてましたね。だから私これリストバンドつけてなかったんかなって思うんですね。はい、こんな感じで36ですね、感じにつけることができましたっちゅう話ですわ。これでね、でもね、ここつけるとね、ちょっと板やっぱりずっとつけないでくださいってこうになる箇所でね、一応ね、まあ、何年製の素材を使用していますけどね、まあ、こうなる箇所へ長時間の使用はしないでいうことでね、まあ、こちらはね、ちょっとね、また違うところにね、私はつけようと思います。長く使いたいので。ということでね、今回これ映像撮れたんでね、いや、ここでもええかな思ってね、これ今やってますけど、これね、こちらはウォッシャータンクですね。ウォッシャータンクはね、今ね、これ水しか入ってないんですね。まあ、ここでもつけれるかな思ってね、今やってます。これね、右手に持ってるプロジェクト A じゃないですよ。これ、中島さんにいただいたね、これもね、レザーブタンクのね、レストバンドですね。ちょうどプロジェクト A です。ジャッキーちょうどいいですね、これね。中島さん狙ってくれたんかなって思いましたね。ジャッキー好きなんかなってね。これプロジェクト U って書いてるんですかね。新しい新作の映画じゃないですよ。はい、こんな感じでね、このウォッシャータンクのとこにもつけておくことはできます。これね、これ2枚重ねてね、こんな感じでね、ちょっとお人形さんみたいになりましたけどね、こちらでもええかな思ってね、つけましたけど、まあでもね、やっぱエンジンルームにね、ずっとつけてると汚れるっていうのもあるかなと思って、これ大事にしたいんでね、今回はね、これ動画ではここつけてる映像撮りましたけど、これまあイベントとかではね、ここつけていこうかなとは思いますけどね、ちょっとね、こんな感じでつけれるよいうことでね、東京ボーシャタデナーイ。ここなんかどうかな思って、でもこれはちょっと滑るかな。これはちょっと違うかな。まあ、ここでもいいけどね。って思いましたけどね。まあ、ジャッキーはね、プロジェクト U もね、付けてあるんですけど、このね、左側のこのワイパーですかね。ここやといいかな思いましたね。これやったら4票も納得するかな思います。こういう感じでね、飾ればもう長持ちすると思うんですよね。ということでね、今日はね、JR ライフのヤフーショッピングフジモンチャンネルさんのサイトでですね、36のブレーキフードタンクカバー、リザーブタンクカバーですね、通称36リストバンド、
単独 GPWEST 開催記念に作られた50個限定の商品ゲットをいたしました。チャンネル登録よろしく。ユンピョどこ行った？